タイムが6分24秒ですね。今回はエリア移動が入っちゃったりしたのと解説しながらちょっとやったのでタイム長めになったんですがそれでもこれぐらいで枯れて今見ていただいてわかるとおり壁が30ほどあるのでかなり楽に立ち回りもできるかなと思いますこんにちはサドラです今回は第5弾アップデートに対応した資料部へのテンペル装備をご紹介させていただこうかなと思います で今、リクエストを多数いただいている強化部へに関しては、構成はもう組み上がっているので、後日強化部へも別動画で投稿します。ただ、今回は強化部へでなくても、アマツの新スキルによって、強化じゃない方の装備構成もかなり強くなっているので、 できれば、今回の動画と強化部への動画両方とも見ていただいて、自分に合ってるなって思ってる方を使っていただけると嬉しいです。で、今回の構成についても、属性強化の装飾品を入れ替えていただくことによって、全属性運用することができるようになっていますので、おすすめの武器からご紹介していきます。で、まず雷属性はこちらのナルハタの笛がおすすめでして、水属性は火力特化で行くのであれば、アマツの笛がかなり強いですね。 ただ回復旋律が継続回復しかついていないので回復旋律欲しいよっていう方はえこちらの玉蜜での笛が強いかなと思います非属性に関してはこちらのレウスブエもしくはスピナサー州の笛も火力面優秀でして回復旋律が欲しい場合はロギンコルヌがおすすめですで氷属性は属性値優先で行くのであればスノーフォローがおすすめなんですが個人的にはえ今回のアマツの新スキルと相性がいいのが音の防壁なんですよねで音の防壁を使うことによってアマツの新スキルを維持 しやすくてかなりシナジーも合うので個人的には軽く少し落としてもマギクロッシュで音の防壁と回復旋律吹ける方が かなり強いかなとは思います。で、もしくは音の防壁いらない場合は、こちらのイヴェルカーナの笛もおすすめですね。で、流属性に関しては、火力特化で行くのであれば、こちらのバルクブエかえグレゴリアですね。で、こちらの2本に関しては、マルチで回信率を上げてあげたい場合は、こちらのバルファルクブエかなりおすすめですし、強鳴音珠を設置してソロで立ち回る場合は、グレゴリアでいいかなとは思います。で、回復戦率が欲しい場合は、こちらのセロビクターとノバールが流属性はおすすめですね。 なので各属性切り替える場合はこちらから選んでいただけるといいかなと思いますで今回の構成については武器スロットを使用せずに装備を組んでいますので基本的には自分の好きな資料部を担いでいただいて全て運用できるようになっております 続きましてスキル構成ご紹介していくんですがスキル構成は上から攻撃今鳴る旗の笛を担いでいるので雷属性強化で匠と弱点特攻技物弾丸節約気絶耐性、月光弱点特攻属性連撃龍気変換渾身で回避距離アップと降角の恩恵はおまけでついているだけでして合身超戒心も負けですねと力の解放は特にいらなくて笛吹き名人決起 粉塵ままととい無法とい無を鑑賞うスキル構成になっておりますで続きまして、今回も回連制とお守りを使ってきていますので、妥協ラインについてご紹介していくんですが、まず最優先で下げていただいていいのが、この弱点特攻属性ですね。これは最悪レベル1つけていただければ、レベル1つけた時の上昇値が一番高いので、ここのレベルを2つ落としてあげると、2スロ2つ分もしくは4スロ1つ分開くので、組みやすくなるかなと思います。で、それでも組めない場合は、こちらの匠ですね。これも使用する武器の切れ味によって 下げていただいていいのと今回の新スキル後でご紹介するんですが転移無法の効果で切れ味を維持しやすくなっているのでこちらは使用する武器の紫ゲージによっては下げていただいてもいいかなと思います今回は4スローが余ったのでレベル4まで上がっているっていう感じですねであとはこちらの超回心も余裕がなければ回連性の玉にしていただいていいですし力の解放も同様ですねであとはこちらの決起なんですがこちらの決起も特に回復部屋を担ぐ場合でスキル枠に余裕がなければ抜いていただいていいかなと 思いますあとはダメージを受けた場合回復薬を飲んで対応するっていう方は回復戦率ない場合も抜いていただいていいかなとは思います僕はわざわざ納刀して回復薬を飲む手間を削りたいので血気を入れているっていう感じなのでここは好みですねでここまで下げればほとんどの方組めるようになるかなと思いますのであとはお手持ちの回連生だったりお守りと相談しながら妥協ラインを決めていただければなと思います続きまして装備構成なんですが装備構成は上からスピナゼットリバク爆ャでアマツの腕ですねに ラスボスボに国バルクの足となっておりますでお守りに関しては今回の新しく追加されたマカレン錬金の破棄から入手できる龍気変換3の決起1のスロー221を使っているんですがここはここまで強いお守りを使う必要はなくてまず決起はなくてもいいスキルですし龍気変換に関しては回連星でつけることもできますのでもしお守りで龍気変換のレベル3がない場合は回連星で防具につけていただければ大丈夫です。 で続きまして、かいれなんですが、かいれはラスボスの腰は月光をつけてまして、エスピナの頭も月光ですね、アマツの腕も月光をつけてまして、李爆者の銅は粉塵まといをつけています。で、開国バくばの足はかけなしスローさんをつけているんですが、これは弱点特攻属性などを削ることで対応できますので、最悪、ニスロ空き、もしくはニスロスキルがつけば、それでいいかなと。 思いいますすていうのが回連性ですねで続きまして装飾品なんですが装飾品は一覧をテロップで出しておきますのではめ方の例としてお見せしておきます。 で武器の回連戦に関してはスロットを全て開けて属性強化のレベル8と攻撃をレベル1積んでいただければ大丈夫です続きまして新スキル天意無法を資料笛目線で解説していくんですがまず今回天意無法はあえてレベル1で採用していますこれをレベル3まで上げていない理由はレベルを上げるごとに部位が縛られるんですよねレベル2に上げようとすればアマツの防具を2つ使う必要がありますしレベル3まで上げようとするとアマツの防具を3つ使わないといけなくてスキル枠がかなり狭まります それに対して恩恵があるかというとまずレベル1からレベル2まで上げた場合は 転移無法がが発動すするままでの時間秒秒から15秒に短縮されますただこの15秒間縮まってメリットがあるかって言われると資料部屋においては鉄中指強ダーで基本的に敵の攻撃をいなしやすい武器になりますのでこの天意無法の発動条件である、まあ、吹き飛ばされないっていう条件ですねこれを満たしやすいんですよでさらに一回発動してしまえば条件を外さない限りはずっと発動してくれているので最初の15秒のために 2V 縛られるのはきついなっていうことでまずレベルには 不採用としましまたでレベル3においてはスタミナ消費無効と切れ味消費無効の効果が追加で入ってくれてさらに早替えをすると状態異常が解除軽減されるっていうメリットがあるんですけどもこれも正直レベル1採用するだけで切れ味が50回復するんですよ。なのでそ、まあ、そもそも切れ味消費無効が そこまで 3V 縛ってまでの恩恵はないかなっていう風に感じたのと、スタミナ消費無効に関しても、こちらも鉄柱式教打でいなすことで、基本的に回避にスタミナを使わずにいなすこともできる武器種になりますので、わざわざ 3V 縛られてまでつけるメリットはないと感じたので、今回レベル1であえて採用しております。で早速スキルについてご紹介していくんですが、資料笛目線でいくと、まず相手の発覚を取った瞬間に、こんな感じで風を今まとってるのが見えるかなと思うんですが、これをまとい始めます。で この状態で30秒間維持していただくと転移無法が発動するんですけども発動したかどうかの確認としては右側にもチャットが出るようにはなっていますでこれで今転移ム法が発動して、まあ、この周りの渦がちょっと強めになったかなと思うんですがこれが発動している状態ですねでこれが剥がれる条件っていうのが敵からの吹き飛ばし攻撃を受けてしまった場合剥がれます ただ、これを無効化する方法がいくつかありまして、まずは、飼料笛独自の音の防壁で防ぐこともできますし、あとは、こちらの合心ですね、これが溜まっていれば、合振ゲージでいなすことによって無効化できます。あとは、飼料笛の鉄柱指教打でもいなすことで、こちらは継続することができますので、飼料笛においては、かなり維持しやすいスキルかなと思ってます。で、これをまとっている間の効果としては、こちらに書いてある通り、スタミナの消費を軽減してくれるのと、一度だけダメージ軽減効果を得てくれます。 なので要は相手の攻撃を鉄柱式強打でいなしそびれた場合合合心ゲージでいなしそびれた場合でもこちらの転移無法が壁となってくれて守ってくれるっていうのが1つ目の効果ですねで2つ目の効果っていうのが切れ味ゲージ注目していただきたいんですが早替えを1回やってみますでこれで早替えをするとこんな感じで切れ味が50回復します でもう一回回復するとこんな感じで、えー、切れ味が返ってくるのでこれがレベル1で発動するんですよでこれをレベル3に上げると切れ味消費無効という恩恵がつくんですが正直もうこのレベル1の効果だけで十分切れ味が事足りるのでこれがかなり強いですねなのでイメージとしては鉄柱脂強打や合身でいなすのを失敗した時の壁にもなってくれるしこれをつけておくことで早替えするだけで切れ味が返ってきますでこれがかなり偉くて 今300レベルが実装されたことによって敵の HP が半端ないんですよで今この状態で持っている切れ味でも3回は砥石を研がないと紫を維持できなかったんですよねただこのスキルをレベル1つけるだけでその3回の砥石をスキップすることができますので これはレベル1つけるとめちゃくちゃ強いかなと思いました。なので、資料部への装備組む場合は、こちらの転移の法をレベル1積むっていうのも検討していただいていいかなと思います。で、注意点としては、先ほどご紹介した通り、吹き飛ばしをされる、もしくは、敵から回避6回分以上離れてしまうと、それでも解除されてしまうので、特に盟友の操縦ですね、とかする場合は、ちょっと気をつけていただければいいかなと思います。ただ、もし剥がれてしまったとしても、30秒経てばまたまとめ直しが入りますので、基本的に資料兵であれば、強打でしっかり いなしたり合心でいなしてれば基本的には常時発動してると思ってもらっていいかなとは思います。っていうのが 天無法のスキルで、今回レベル1で採用した理由ですね。で、お団子に関しては僕は上から短期催眠、ド根状、防御術で食べております。で、あと武器を持ち替える場合の注意点として、非属性だけはエンリンの恩恵をつけた方がいいので、この武器スロットを使っていただいて、エンリンの恩恵を優先的に積んであげるとさらに火力が伸びるのでおすすめです。ここは注意点ですね。そしたら最後に実践編として、こちらのエクストラ7-300レベルの金レアで実践編やっていこうかなと思います。 はいそしたら実践編ですねエクストラ7300レベルの金レアやっていくんですが最初は隆起変換を採用しているので早替えの書青にして移動しますで今回もこの装備のリアルな強さを見ていただきたいので今撮影しているこれをそのまま一発で,で使おうかなと思っているので、まあ、途中でプレミスとかあの噛むことはあるかもしれないんですがそこは温かい目で見ていただければなと思います で、そしたらこれで開幕は先行玉かしびれ穴を置いてあげるとガルクの鎖釜が強制的に発動してシロへと鎖釜かなり相性いいのでこれ発動してあげるとかなりいいかなと思います火力がかなり上がるかなと思うのでこれでスタートですねで一応流域変換の説明しておくと今上の方に 青い壁あなんですけ、ね、4色の縦みたいなやつが出るのでそれが出たら早替えの人赤にしてあげればあの隆起変換の属性値上昇そのまま丸々もらえるのであとはこのまま赤で戦っていくだけですねでこのまま3応演奏して今合心が溜まってるんで合心でいなしたんですけどこんな感じで今天意無効が発動しましたってチャットあると思うんですけどもう合心も溜まってるんですよねなのでかなり維持しやすいです、ね、特にに合身ゲージを狩猟部へは溜めやすい武器に なりますので、そこのシナジーも相まって、めちゃくちゃ強いかなとは思います。で、これで機敏吹いてえ、また叩いていきます。で、ここは鉄柱仕様でいなしますね。当たんなかったですね。だからこれで。で、今回、えっ、ー、と、防震と、 え天意のほうとあと、手中指強打を使って結構強引めに振っていってまあ、それでも300レベルここまで通せるよっていうのをお見せしたいのでどっちかっていうと立ち回りはちょっと雑めに殴っていこうかなとは思いますので攻撃優先であまり回避を意識せずに立ち回ってどれぐらいでやれるのかっていうのを見ていただければなと思いますでこれ叩きつけて多重ですねは、OK、で叩きつけて多重で、OK、ですね。 で、切れ味が今結構減ってきてるんですけど、これも早替えをするだけで満タンになりますので、そこもちょっとお見せできればだと思うんですけど、多重吹いて、これで3音演奏ですね。で、OK。で、合心で稲すという感じですね。で、これで早替えして、今切れ味がこんな感じで早替えするだけで満タンになりますね。いやこれがエグくて、300レベル特に切れ味消費が足りないんです。こいしをどうしても挟まないといけなかったんですが、これをレベル1入れるだけで今、 切れ味が満タンにまた返ってしまうので、まあ、特に属性笛って紫ゲージの恩恵がかなり大きいんですよねそれも維持することがかなり楽になっていて匠、まあ、を積んでいる理由としてはこの早替えもさすがに頻繁にやるのはちょっと手間なので匠を盛ることで頻度を下げてさらにこれで切れ味を戻すっていう立ち回りなので実質無限ですね もう切れ味実質無限だと思ってもらって大丈夫です。まあ、レベル3から切れ味本当に無限になるんですけど、レベル1でも実質無限でいいかなとは思います。であとはこのまま振り回してって、強心ゲージもすぐ溜まるんで、まあ、あと強引に振っちゃって大丈夫ですね。で、まあいざとなったら鉄柱式強打でいなすって感じなんで、まあ意識するとことしては慣れるまでは、まず優先的に鉄柱式強打でいなすのを優先して、で、まあ、万が一失敗した時に強心があるよぐらいのスタンスでやるとよりいいかなとは。 思います慣れてくるともう合心あるから強引にキエンの演奏を吹いたりとか強引に3音を通したりとかってことはできるので、まあ、慣れるとめちゃくちゃ使いやすいかなとは思いますでこれちょっと操縦してくれてるんでバフタキ直してでこれでダウンですねでまた殴っていきますで切れ味は先ほどまたテイの方で回復したんでこんな感じで満タンですねでこれでまた殴ってキエン溜まってますね Okay、でこれでまた中入って演奏で合心で方向を強引に。 叩いていいいいててくという感じでですすね入れもんけど飛ばされましたねでも飛ばされちゃってもこんな感じでテイム4の30%カットが生きるので今の普通だったら300レベルなのでもうほぼワンパンクラスのダメージなんですよそれをテイム4で守ることでさっきぐらいのダメージに減りますでさらに鳴はた部の場合回復戦率があるので、えー、すぐ回復できるよって感じですねだからめちゃくちゃ強いのとあと団子があの今回ド根性つけているのでそれも回復できてダメージ受けたとしても次ド根性が発動します でまあ、300レベルだろうがまあ、安心して殴れるって感じですねしかも隆起変換が入ってるので隆起変換の、えー、属性値上昇もかなり大きいですねでこれでまた殴っていってオッケーですねじゃあエリア移動したのでこのまま追いかけますで今エリア移動されてしまったのであの回避6回分以上離れることでテインの方が剥がれましたねこれはまた接近して30秒経てばまとめ直しができますので今はテインの方が外れてる状態になります これで接近して殴っていってここから30秒間ですね強打でまずいなして OK ですねでそろそろ弱ると思うんですけどちょっとエリア移動されちゃったのが残念なんですけど強打でいなしていきます OK ですねでこれは近づいていって OK ですね護衛神が発動してくれましたねでこのまま殴って戦慄で回復していきますで特に鳴旗笛は回復旋律が優秀なので まあ、安定かなりしますねでこれでおーっと強打でいなしてでテイム砲が発動しますねでこれでテイム砲発動したんで、えー、切れ味無敵タイムということでこのまま殴っていきますでミスっても3割カットで耐えれるのでまあ、結構テイム砲纏ってる間は安心して殴りにいけるかなとは思いますなんでその結果攻撃できる頻度が増えて、まあ、結局火力スキルというかまあ、DPS 向上につながるかなとも思うのでまあ、かなり優秀なスキルかなとは 思ってます。まあ、武器種によってちょっとね、相性が悪い武器はあるんですが、資料塀においては、すごく相性がいいので、これで3音演を入れて、キエンですね。OK。このまま、やっていきます。で、合心も溜まってるので、まあ、最悪なんかあっても合心で守ってくれるし、破断しても、天意の方があるから大丈夫って感じでもう、ゆっくりと出てますね。じゃあ、このまま殴っていって、切れ味がそろそろまずいので、ちょっと早替えで回復はしたいんですけど、回避して、OK ですね。 でこれで殴って叩きつけ多重。OK。で、これ合身でいなして強度でいなすって感じですね。で、切れ味がそろそろ白になりそうなんで。 ちょっと早替えをそろそろ挟みたいんですけど、ちょっと間取って、これで切れ味マックスですね。いや、この一瞬で切れ味返ってくるのが本当にやばくて、でこれでまた殴って終わりですね。で3応援層入れて終わりって感じで、タイムが6分24秒ですね。今回エリア移動が入っちゃったりしたのと解説しながらちょっとやったので、タイム長めになったんですが、それでもこれぐらいで枯れて、今見ていただいて分かる通り、壁が30ほどあるので、かなり楽に立ち回りもできるかなと思います。ご視聴ありがとうございました。これからも3ブレイクの動画上げていきますので、 でよろしければチャンネル登録高評価コメントくださると嬉しいですバイバイ